兄さん頼むよ。じゃあよろしくお願いします。なんか喋り口調でいいんですか？あ、なんでも、いつも の普段のあれで、お願いしたいんですけど、じゃあ最初に聞きたいことなんですけど、まあ、97年ですよね、スタートした時の、はい、まあ、その時私すごいかなり大変な工事とかもあったと思うし、あとこれだけのものをね再生させようっていうことは本当もう大変なねチャレンジングなことだと思うんですけど、その時にこういう理想というかこういうスペースにしたいっていうその時のスタート時点の思い入れっていうのはどんな感じだったんですか？はい、あ、ちょっとすいませんすいません、素晴らしいなと思われたね意味がなかったね。兄さん、いいよ、ここに兄さん意味がなかった。あ、ありがとうございます。兄さん行っちゃうのかい？兄さん そう、なんかそういうのがあったらよかったと思うんですけど、うん、ここの中心になってた鍋さんにはね、あったと思うんですよ。もう今音楽会のタイトルにしてるその月夜の森っていうのが、キーワードになってたんだけど、デザインコンセプトっていうか、だから多分もうこの姿、漆を塗ってこの姿になるっていうのは鍋さんは見えてて、ボロボロの時からそれをやるって思ってたと思うんだけど、私たちは本当に鍋さんがそれをやろうとしてるっていうことに引っ張られて面白そうだって思ったので、本当に私たち家族はこうしたいとかなかったんですよ。とにかくその鍋さんに出会わなかったらもうどうしようもないから、税金も払わなきゃいけないし借金もあるしで壊して売るしかなかったから、だから鍋さんのそのイメージリーディングっていうのがなかったら多分ついていけなかったんですよね。だからその鍋さんのイメージにこうワクワクしてたと、日々ワクワクしてたから動けたっていうのはあるし、私たちはそうだけど、例えば母の世代なんかだと、もうそんな怪しいでしょ、そのビジネスプランではないし、だからどうなるか全くわからないものをよくね受け入れてくれたなっていうのはありますけど、だから半年間やってて進行も結構遅かったから、鍋さん本当に大丈夫とか本当にできんのこれみたいな時は何度もあったし、じゃあ鍋さんがこういう提案として来たんですか？そうですよ、ね、母がたまたま鍋さんが通ってたお店ね、瀬戸内さんにたまたまご飯食べに入って、でまあ、もう壊すんだけどこういう古い建物がありましてっていう話をしたら、ちょっと興味持ちそうなやつ知ってるからすぐ呼ぶから、待っててって言われて、ですぐ会ってですぐ次の日には鍋さんもここ見に来て、ただその時はもうボロボロですよ、そのボロボロなのを見て、いやここ面白いねってなんかできますよって言って、で材料費出してくれたらやりたいから、みんな呼んできてやるからってでもその時は私たちはああもうそういう人待ってましたみたいな状況ではなかったから。ああそうなんですか、へえみたいなそうだったから。じゃあその時点ではまだあれですか、ギャラリーにしようっていうのは全然ないですよ。ないし、私たちの誰かがそれをギャラリーやカフェを生涯のうちにやってみたかったというわけでも全くなかったし、だから鍋さんはとにかく鍋さんも別に経営プランがあったわけではないし、ただここが使えるからそのアートスペースにするっていうのは鍋さんにはあった、じゃあその
もしオープンしてからのそのギャラリー運営とかっていうのは、うん、じゃあ鍋さんと一緒にこう、まあ、相談しながらじゃないですけど相談はしましたね。だからとにかくその6ヶ月結局オープンの日にもギリギリ間に合ってないぐらい、ずっとこのあっちも含めてカフェも含めてずっと作業だったから、うん、もうこんな二度とやりたくないっていうぐらいの日々だったから、ね、そのオープンしてでもとにかくオープン日を決めないといつまでもやっちゃうでしょ、うん、楽しいから、うん、みんな毎日アーティストがいっぱい集まってきて、はい、みんなで寄せながらみたいになって、ね、でとにかく決めないと経費もかかるばっかりだし、うん、とにかく何らかオープンしなきゃってことで決めたけど、ね、まあ全然間に合ってなかった、ね、そうだからねギャラリーにするっていうのは、うんうん、運営はさておき、話があったのはそもそもここを壊すことに決めた時に、私たちの友達で画家がいたんですよ、イラストレーターがいて、で壊すなら全部荷物どけて空っぽにして壊しちゃう最後に展示をしたいっていう子がいたんですよ。でそれもあったから、うん、なんか展示するっていうのは全然ピンときてたし、ねっていうのはあって、結局彼女がそのままスライドしてここの最初の展示になったんだけども、あそれはもう友達だったから、うん、そのいくらがいくらで貸すとかそんな話もなかったし、うん、オープンしてからじゃあどうやって運営していくのかっていうのは本当にもう話す暇もなかったし、とにかくここを直して使えるようにすること、うん、とあと向こうを後付けでカフェにすることにしたのも後からの案だから、じゃああっちもなんかしないとこっちだけじゃ食べていけないんじゃないみたいな話で、もうカフェやりたかったわけじゃないし、ギャラリーカフェっていう形も当時はそんなになかったな、ないですね、うん、地方の蔵とかではやってたかもしれないけど、じゃあそのうちあれじゃないですか、もうかなりこう、まあ、当初ぐらいからもかなりあの展示とかイベントだとかすごい積極的に入ってきてるじゃないですか。そうかな、いやね、中盤ぐらいですか。そうないない、だからもうオープン日迎えてカフェだってもう素人で始めて、で毎日みんな10人ぐらい集まってワイワイやってたのに、うん、急にオープンしたらやっぱ解散なわけじゃない、うん、工事はもういらないわけだから、うん、解散して、だから本当にポンとなんかセリフも覚えずにポンと舞台に出されたみたいな感じで、でとりあえずは貸していかないとやっていけないんだろうと思ったから、うん、貸しスペースっていう形で、うん、私銀座とか渋谷とか、うん、ギャラリー回ってあのレンタルの要項規約とか、うん、プリント置いてあるじゃないですか、うん、あれをあちこちでもらって大体同じこと書いてあるから、うん、抜粋して寄せ集めて、であとは値段ね、うん、銀座より高かった、浅草田舎だから無理だよね、うん、とかもどれぐらいみたいなのを適当につけてて、とはいえ当時はねそんなにまだネットが普及もしてなかったし、あのどう告知していいかもわからないじゃない、お店できましたってパッと広めるっていう手段がそんなになかったから、だからやっぱり、まあ、規約は作ったものの、まあ、待つだけっていうか、待ってたってこないよねっていう感じで、銀座みたいに1週間後5日ごとに変わるとかそんな全然ないから、だから最初の年はあれですよ、あのみんな身内、ああ、うん、塩沢さんとか、塩沢さんもこの再生の間ずっと記録写真撮ってくれてたから、うん、あのでちょうどヒマラヤとかも行ってたから、じゃあ行きますかみたいな感じで、で一人あの人形作家の人を借りてくれたのかな、うん、あとバリの舞踊とかも鍋さんたちのグループだし、雲龍さんも山ちゃんの知り合いだったしって感じで、あのまず知り合いでやりたいっていう人からやっていったので、うん、そうだから本当に美少女の中ではね、向こうだから使えるようにする、そしてあっちが なんとかカフェになるっていう、結構その時間の制限っていうか、いつまでしなきゃ、うん、なんていうか税金だとかそういった問題も絡んでくるってのはあったんですか、うんうん、だったと思いますよ、確か会社もだから一旦はもう祖父が亡くなって解散したけど、
解散しなければ、うん、相続税が全然変わってくるっていうのも、うん、後から別の税理士さんが教えてくれたりとかしましたから、ね、そんなの教えてくれなかったのみたいな話で、ただ急にやるって言ったって本当にみんな素人だったから、うん、よくやったねなるほどねなるほどね、だからあの時は本当にもう筋力ですよ。なべさんに会えたことが全てだし、でも実際私たち家族の今のメンバーも関われたって超タイミングだった、うん、なんかとなんかの狭間でちょうど半年間それだけやってられたっていうのもすごかったし、なべさんたちの仲間にしてもそうだね、あの上野漆塗った町子ちゃんなんか当時小田原で修行してたけど確か通って、あ、そうなんですね。へえ、あ、なんかそのうちいろんなことが出てきたわけじゃないですか、上の、うん、あの何ですか、あの年号だとか。あ、年号は交付にする前、前は分かったんですか。それは分かったんですよね、うん、壊すって決めてから、まあでも壊す前に調べてもらうかって言って、あの年号は出てきてたから、そういうのと鍋さんと出会ってくるの多分同じくらい、やるっていう時に江戸のっていう由来は分かってやってた。なるほどね、その後あのいろいろとあの東京大空襲の関連の人とか、うん、ここに来たりだとか、うん、関わってきたりだとか、まあ、浅草の人とか、うん、関わりとか、やっぱそこでなんかいろいろ変化してったっていうのはありますよね、うん、変化はしますね。そうそうそう、だから狙ってここに来てないから、なりゆき、ね、というか、うん、もうここにはもう本当に曽祖父の代からゆかりはあるものの、うん、こういう形で始めたところが全く狙ってなかったから、うん、そのあと鍋さんによく言われてたことでもあるんだけど、うん、なんかその水のようにいなさいというのがすごくあってね、鍋さんはあの体術って格闘技やってるんだけど、うん、その体術が鍋さん特にスタイルとしてすごくなんか水のようなんですよね。でやっぱ格闘ってこうグッと構えるじゃない、守るにも攻撃するのも、構えるとやっぱ硬くなるから、鍋さんって本当ふざけてんのかってくるこうピューって言ってシュッてやった手がもう見えないんだよ、速くて猫みたいに近いかな、うん、だからその構えたりなんかギャラリーだからこうしなくちゃとか、まあ、結局は後々何年もその頭に捉えられちゃうことにはなるんだけれども、その土地との関わりとかもそうだけど、やっぱりあの私たちは私たちだっていうのはそんななく、でも浅草にすごい馴染まなきゃとかこびなきゃっていうのもなかったし、もう本当にそれはこのボロを利用してやるしかないっていう時からもう私たちしかできないもんね、うん、それはあのもっとかっこよくできたらいいけどないものはないし、自分たちでやるしかないし、うん、私たちらしくありつつ、うん、まあそうやって声かけて浅草ではこうした方がいいよみたいな人がいるならば別に反発する気もないし、うん、やっぱりリスペクトはあったよね、うんうん、曽祖父たちがここにいたってこともあったし、それは私たちの代でね、なんか失礼しちゃいけないし、で町の人たちはもうずっとここで暮らしてるわけだから、あの失礼したくないっていうのは当然あって、であのそこもまたラッキーなんだけど、オープンする前からトモさんと知り合いだから、それはね、私たちここにあったものをガレージセールして道で売ってた時に、トモさん近所だからブラブラトイレがあって、まひろとか私とか見てなんか怪しいあんちゃんたち来たなと思っててで話しかけられて喋ったら日元って同じ大学みたいな後輩みたいなとこで仲良くなって、それでそしたら鍋さんやともさんもちょっと私たち上で年も違かったんで、あの仲良くなってたまにフラフラ寄ったり、たまに琵琶湖とかあったんで、トモさんが浅草の中心部の人だから、そっから浅草に紹介してもらってたっていうのもまた大きいですよね。じゃあわりかしそういうなんか自然体的なところでこう、すごいなんか面白い人たちが F の周りっているじゃないですか、
それぞれがこう自然の流れでこう集まってきたって感じ。本当にそう思うよね。引力なのか何に呼ばれたねってみんな言うけど、うん、本当にそう思うし、それは一番大事にしてきたことかな、うん、私たちも結構それで、はあ、せっかく出会ったからって私なんか思いすぎちゃうとこもあって、うん、それで人を見誤ることも結構多いけど、そういうのも本当やっぱ10年15年やってれば、うん、全部勉強だし、うん、一番最初にそうやってよその規約をね真似してやったけど、うん、はあ、これは規則なんか一個もないなと思ったね、うん、やっぱり例えばじゃあこう何か壊したら弁償実費をいただきますとか大抵書いてあるけど、うん、だそういうのもあじゃあ自分で直しますっていう人もいれば、うん、はい、これくらいっていう人もいるし、やっぱりこうやっぱ人との関係で何でも変化していくでしょ、うんうん、そうですね、だからみんな一応決まりはないんですかって最初は聞くからあった方が便利だと思うけど、うん、やっぱり人とやる以上は全部が違うし、うん、一個ずつ経験で学ぶけど、うん、応用は全く同じに応用できるわけじゃないでしょ、うん、だからすごく、いろんな筋肉がつくところでもあるし、うんうんうん、筋肉つけてもやっぱ固まらずに、うんうん、その水のようにっていつでも初めてのようだったり、うんうん、いつでもその人とこの場所との出会いっていうのもあるからね、うんうんうん、それをなんかそこに私たちが入っていってなんかこれはこうですとか決めないのか、うんうん、あ、それあの海外のアーティストも結構関わりってる人多いじゃないですか、うん、それもやっぱ同じようなか。そうですね、うん、海外は私がオーストリアで出会った人以外は、うんうん、みんな自分の、別のところでの個展の途中とかプロジェクトの途中とか単に研修というか、ね、リサーチ旅行の途中とかで誰かに紹介されたとかたまたま見たとかでここに来て、で、まあ、私結構喋るから初めて会ったの、でそこで気が合うとか、あとはプロジェクトが面白いとか、うん、そういうことでじゃあやろうねまた来年ねとか言って、うん、全部そう、うんうん、やっぱ海外のアーティストと日本のアーティストの違いって大きいですか、一緒にやってて。大きいですね、良くも悪くもね、うんうん、西洋の人は西洋のやり方を押し付けてくる人の方が多いから、うん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 、そこはね一応それに対応するようにトレーニングはしたけど、うんうん、彼らが必要としているものを提供するようにしたけど、うんうんうん、もうイエスかノーをはっきり言うってことから初めて、うん、曖昧にしないとか、そうじゃないと自分守れなくて、後でこう言った、私はこう言ったでしょって言えないとこもあるから、そういう練習もしたけど、でもまあ自分でお金かけるなり国からお金もらってここまで来て、私たちも労力使って展覧会やって、でオープニングやったらもうあと全部旅行行っちゃってとか、なんかなんでそんなここでやる意味あんのかなってね、まあ、ずっと座ってて近所のおじいちゃんばあちゃんと喋るってことではないんだけど、心意気としてなんかその本当に今の日本と触れ合いたいのか、ただキャリアに東京で展示したって事業増やしたいのか、っていうのは結構あって、だから労力かかる割にその報われるのは少なかったですね、うん、ただその何て言うかな、自分で立ってる感じというか自分が自分ですっていうところは逆にその日本人には足りないところ、日本人のアーティストには足りないところでもあるから、アーティスト同士こう出会って見習ったらいいなっていう部分もあったり、でも一時期ちょっと西洋至上主義みたいなとこあった、やっぱり土壌が違うからねっていう
のはあったけど、でもいや彼らも日本にせっかく来るならちゃんと文化交流して、うんうん、日本の良さとか日本人のアーティストが何考えてるとか、うんうん、ちゃんとこうその中に取り入れてね、せめて見てたらっていうのは、うん、思いますね、うん、全然違うよね。建物の扱いにしただけ、でしょうね、やっぱりヨーロッパの人からしたら、うんうんうん、140年子供じゃんみたいな、うち800年のとかあるしみたいなのあるから、なんで釘打っちゃいけないの、鼻いっぱい打っちゃえば、うちは釘打たないから万力でこう支え作ってバーやってとか一個釣るのにすごいかかるでしょ、ご存知と。もうそれをね、なんで打っちゃいけないのとかね、そっから説明通うみたいな。結構知らないやっちゃったって人いたんですか。知らないにはないかな、うんうん、結局だって自分でちゃんとやる人もそんなにないからね。あ、うん、こっちが相当準備したり。うん、なるほどね。あ、やっぱそのね、違いっていうのは面白いですよね。うん、じゃあちょっと外れちゃったんですけど、2問目のあの今までその15年ですよね。その中のなんていうんですかね、この一番このチャレンジングだったっていうような、それはチャレンジングだった、展覧会でというか全体、全体で、全体ね、わりかしこう、なんですか、肩に力を抜いてこう来たって感じ。そうだね、例えば展示でやると、うん、これは大変になるなと思ってやったものとか、実際それで大変だったっていうのは、うん、あの前のあの何万粒美術のやつとか、 あれね、あれはそうだったけど、うん、全体でそのすごく大きく変えたとかがなくて、うん、でそれその最初さっきの始まりの話と多分同じなんだけど、狙ってないんだよね、その狙う期間がないっていうか、戦略を練って、なるほどね、こうしてそうチャレンジっていう感覚が多分最初から今まで、なるほどね、はい、だからやっぱ出会ってそれが例えば今までよりちょっとなんかが大きく必要だったりとかするかもしれないけど、予算ゼロですっていうのは変わりないし、何をやろうとしても、で、あと心が動いたかっていうことでしか始まらないし、だから結果やってみたら、なんかあの時はなんか大変だったよねとかすごかったよねってあったのかもしれないけど、もし準備してチャレンジしますよってしました、できましたっていうのがなくて、一つずつ多分そうやって生まれてきたものを、まあ、約束通りやりきるっていうことが、まあ、よく言ったら日々チャレンジなのかもしれないけど、その大きくっていうのがね、まあノープランって言ったら、ノープランって言ったらノープランなのかもしれないけど、なんかその居心地の良さってそこにあるのかもしれないですよね。なんかこう、あんまり野心がないというか野心はないね、だからチャレンジするとしたらやっぱこれからなんじゃないかなとは思うけどね、それがあるかどうかわからないけど、ね、だからでもやっぱほら母が病気になったりとか、もううちこれ以上人数かけたらもう無理でしょ、かといって誰かを雇う余裕もないし、であとは建物の心配もあるし、でアートスペースとしてどうなのって、やっぱりね、今ずっと貸さないで企画ばっかりやってきちゃったから、当然収入ないからすごい負担じゃないですか、あとまあいろいろそういうのやってきて疲れちゃったっていうのもあったし、そういう時にじゃあこれ今後どうするのって考えた時に、一回ね全然別のビジネスモデルを初めて考えたことはあるんですよ。考えたことはあって、あ、それはすごい変化であり、すごいチャレンジングだなと思った。
そのバカみたいにここは残したままやるっていう案で、すごくその非現実的ではあるんだけど、だからここがなくなる、今の F がなくなるのか、そこをでもちょっとは残したまま全然違う形のものになるのか、そこが多分初めてのチャレンジになるんじゃないかな、やるとしたらね。それがなくなっちゃうか、それはちょっと寂しい。それ今考えてるなビジネス、考えてるとは言えないです。あ、当時そのもうこのままじゃ本当に、この1、2年、3年ぐらいの話だけど、もうこのままじゃ本当に立ち行かないっていうのは、まあ、常になんですけど、で、じゃあ母めいなくなったらっていうのはまあ具体的に考えた時に、でもやっぱりこの今までのスタイルは母もいて、でこのゆるさがあったり、人懐っこさがあったりっていうのもあって愛されてきた F だから、人が変わるのにこの空気をキープしようとか、新しい若い子入れてもなんか今までのアットホームな感じキープしなきゃって押し付けるのもだ、そう特化やなのか、でも新しい人がこんなもう使い古したものをね、とか、あの狭いキッチンで自分たちの新しいことできるとも思わないし、もうそうなったらそう特化やだなっていうのがやっぱりあるんだよね。なんか そこもだからしがみつかないっていうか、あの今いる母とかの役割とか私の役割とか、それはもう絶対守らなきゃいけないものではないし、今までたまたま続いてきてその形があって、みんなそれを受け入れて愛してくれたっていうのがあるけど、それが絶対ではないし、ずっとあるものではないと思うから、そうなったらじゃあ私はね、ギャラリストってどうしても呼ばれちゃうけれども、その実際ここは本当にギャラリー、商業でもプライベートでもギャラリーではなくて、私も名前変えたいと思ってるぐらい。あ、そうなの。これはね、本当やっぱギャラリーってついてると、アーティストの人でも外国人でもなんかどんな説明しても理解してくれないんだけど、やっぱギャラリストっていうのは作家のこのプロモーションしなきゃとか、マーケットをちゃんと持っててとか、顧客がいて、アートコレクターがいてって、そういう世界じゃないっていうのは多分前最初から言ってるし、だけど周りがそうだからやっぱ目指さなきゃいけないのかと思ってた時期も確かにあって、アーティストは責められて、そうか、私はダメなやつだとか、他のギャラリーさん行ってちょっと勉強させてくださいとか、話聞いて、アーティストの契約には縛りっていうのがあってとか、展示やったらうちは1年間最低でよそで出さないと縛ってんですよとか、じゃないとうちで買わなかった人が翌月よそでやって売ったら、そこに手数料入るわけでしょ。でもその人は最初にここで見たかもしれないっていうのが、だから1年間そう縛りあるんですか、そんな世界なんだみたいなでもあったし、やっぱりその私の、まあ、経済的にもそうだし、精神的に負担でもあったのは、やっぱりそういう発生だから、やっぱこの空間とか、この空間が生きることになった出会いとか、この形のないものと、あとこの建物とを守りたいとか、知ってほしいとか、まあ、みんなに共有してほしいと思ったから、だから本当に思ったのは、やっぱりこの日本でね、この文化保護が乏しい国でね、歴史的建築物を守るってことと、芸術の支援も乏しい国で芸術家を守るっていうのと、両方できませんっていうのは、同時はできませんっていうのはすごく思ったし、アーティストもアーティストでやっぱりそれで食べていかなきゃいけないから、必死でもあるから当然やっぱ期待されるわけじゃない、期待はわかるし、まあ結果一緒にそうやってプロモーションするわけだし、ここがショールームになるわけだし、結果ね、そうはなるんだけど、まあ、また売れるかどうか別の話だったりするわけだし、だけどやっぱりその期待されても、私が守りたいのはやっぱこっちなんだって思うから、アーティストもじゃあそれを利用してくれていいから、それを自分の活動に良いように、
肥やしにしてってくれればいいか、お互いそのね良くなっていけばいいなと思うので、それはね本当そのギャラリーって言ってみんなが期待することっていうのは違うんだなと思ってて、やっぱそれどう人に伝えていくかとかね、やっぱ今までのギャラリー F としていろいろ本にも載っちゃってたり、あのアートスペース東京も未だにみんなバイブルのように抱えてくる人たちもいるから、何もやってないのみたいながっかりさせちゃうことも